なおちゃんね。はい。ぎっくり腰になってね。いつ おととい。急に急やんか、ぎっくり腰で大体。いや。だからもう、びっくり腰っていうぐらい。はい。とかって思って、急にもう腰が痛なんねんか。それからぎっくり腰って言うのちゃう？起きて？え？起きてなるとか？いや、起きてなるって、あ、寝てて、はい、急に起きたからとか。うん、うん。いや、そういうこともあるかもわからんけど、うん、久しぶりやね、ぎっくり腰になったん。ほう。前ようなってたんよ。あ、でも運動とかいろいろ気ぃつけてあんまりならなくなってたでしょ？そうそうそう。はい、そうなんよ。で、ならへんようにって言ってね、寝る前とか、それから起きてからとか、ストレッチ自分でね、布団の上で。やってる。頑張ってやってたのに。はい。こんなことでなるって思うようなことでなったんやけどね。どのシチュエーションで気づいたんです？ぎっくり腰って。さあ。ちょっと。こんな問題でごめんなさい。それ問題だ。クイズ、。こんな問題でごめんなさい。あ、これをリスナーさんに答えてもらうんですか？いや、そこまで広げんかっていいけど、なおちゃんに答えてほしい。私は大体、寝てて、うん、で、起きよう思うたら、あれ、立てへんっていうことは。あ、それはある。僕、だからね、ゴルフに行くときに、はい、そのゴルフで使うっていうか、まあ、その日のね。うん、うん、道具とか。靴下？はぁ、はい。靴下を履いてるときに、はぁ、あーってなって、おいで、滋賀県の友達が、ホテルに迎えに来てくれてて、はい、あ、着いたよ、言って、あ、ありがとう、ありがとう、今靴下履いてるし、とかって言って、靴下履いてるときに、はっもうそこから、ベッドから降りられへんよ。ちょっと待って、靴下履くときになる率高ないですか？いや。今2回とも靴下の時じゃないですか。違うやん。だから、そんなことがあった。あったってこと。はいはいはい。あったっていうことでしょ。で、今回は？今回は、うちの犬をね、うちの風呂場でね。モアナちゃん洗ってて？あ、シャンプーしてたんよ。ほー。シャンプーしてて、ほんでじっとしてへんのよね。嫌がりますわ、嫌がりますわ。顔に、シャンプーのうわーってこう、泡がかかったりとか、顔をかかると怖がるのかな、あれ。でも、もうすぐにバーって逃げようとしたりとかしてて、それを追いかけたりとかしてて。ほんで、今度、やっと、綺麗に洗って、はい、ほんで、今度、シャンプーから今度、ドライヤーで乾かす、はい、乾かせなあかんやんか。ドライヤーでこう、ふわって乾かしてたら、もうそれももう、風がふわーって来たりとかすると嫌がるんで、また逃げようとするんで。で、それを、僕はバスタオルを腰に巻いて、ほう。暑いから。はいはい。ほんで、風呂場から出たところに、うん、まあそこコンセントがあるからね。そこでドライヤーでわーかけてたんやんか。ほんじゃもうそれでも逃げようとするから、あ、もう、モアナって言うんだ。モアナちゃんとじっとしてれなさい、もう終わるからとかって言いながら、そんなことしてたら、ある時、あえ、それで、あ、あ、痛い、ドライヤーかけてる時になったんやん。それなんで、座、中腰。中腰やねん。あかんわ。あかんの？中腰あかんわ。あかんの？腰に負担かかりますやん。知らんやん、そんなこと。いや、知ってる。中腰が。中腰、負担かかるよね。どうしてたらいいの？いや、もう完全に腰を落とすか。落とす？もう、三角座りじゃないけども。いや、だからね、こうやって、こうやって、ま、完全には。ああ、今膝ついてますね。正座はしてないけども。はいはい、膝ついて。いや、足、つま先？はいはいはい。つま先をこう立てて。はい。ほんで、こうやってやってたんか。あ、それで？うん。それでだったんよ。ほいで、もう昨日はもう、それを今日仕事やから、はい、こんなんもう歩けへんかったから最初。はい。かと思って、昨日、そうやって、まあ、整体の先生のところに行って。空いてました？それが空いてたんよ。よかった。ついてるね。お盆やからね。お盆休みですよ、休みやろなと思ったけども、うんうん、マネージャーに、電話してもらったら、はい、音声で、やってますよっていう。はいはい、よかったよ。で、それ言ったら、まあまあ、ちょっと楽になるじゃないですか。うんうんうん。それで、それでね、昨日ぐらいから調子いいね。
逆に調子ようなった。調子ようなった。調子ようなった思って調子こいたらあかんのですよ。調子こいたらあかん。ほんでね、今日ね、ここ KBS 京都来るまでにね、はい、左側、うんうん、ずっと歩いてんだけど、はい、御所の反対側ですね。はい、歩いてるんだけども、そこに神社。あ、五神社、はい、はい。足腰の神様が、はい、ありますあるんで、もう思わず入ってしまって。正解。おいで、お賽銭、カランカランやって、はい、ほんでこうやって、もう今、ぎっくり腰になったんです。早く直してくださいってお願いしてきた。あら。はい、以上。正解ですよ、正解。正解。すごい、わかった、言うて。お守りもこうた。お必死や、それ。必死や。必死ですやん。いや、必死やで、ほんまに。いや、確かにね。歩けへんかった、ここ来んの大変でしたよね。大変ですよ。え、どうしてました？もしほんまにちょっとまだおぼつかへんとか言ったら。いやー、そやからもう、いや、休むわけにはいかへんからね。うん。そやから、うちから救急車に乗って、ここまで届けた。それは無理やろ。それだから、きっとマネージャーが、車で迎えに行って。あ、車？あ、車しかないよね。電車も乗れへんしね。でも車も座れます？そんなんなったら。いや、座るぐらいは、あ、なれへんかな。やっぱりもう後ろでも。もう横やね。横な。横。横で寝るしかないよね。寝るしかない。いや、でも治ってよかった。いや、ほんまよかった。本当によかったわ。ご無事で何よりありがとうございます。今日も頑張ってやりましょうか。はい。はい、それでは行きましょう。原田信郎の何すんのラジオ。はい、皆さんこんにちは。ぎっくり信郎です。そんな名前ないわ私。どうも、久米村直子です。なんか自分もつけや、名前。だってぎっくりじゃないしな。いや、びっくりにするとか。僕のぎっくり話を聞いてびっくりしたっていう。そんな可愛い名前。びっくり、びっくり直子です。びっくり直子です。変な名前。いや、でもよかった、本当によかった、よかったよ、よかったですよ、はい、やばいね。皆さんも絶対あると思います。夏の疲れが出てるんじゃないですか。そうそう、なんか疲れとかって、うん、体の一番弱ってるところに症状出るって言われました。あ、そうなんや。腰よ、まあ、なおちゃん頭やんか。ほんまや、ほんまや。それは正解やと思う。いや、本当にね、だから皆さん気をつけてくださいよ。本当、気をつけて。今疲れが出てくる時ですからね。ああ、確かにそうですよね、はい。まあ、そういう時は、はい、美味しいものをいただきましょう。そうしましょう。さあ、七宮は江戸時代明暦年間に清水寺参道三寧坂角にてのれんをかけました。以来360年、これからも味と香りにこだわり美味しいものを作り続けてまいります。さあ、今月8月のプレゼント、七宮本舗さんからのプレゼントは山椒あられです。はい、京焼きのあられに七宮自慢の山椒の味をつけました。爽やかな味わいに香ばしさの共演は京都らしい上品な味わいです。試食をご用意しております。どうぞ、信郎さん召し上がってください。ありがとうございます。はい、なおちゃんにこれ変わってあげたいぐらい。ほんと変わってほしい。もうこの時間が幸せな時間です。いいね。じゃあいただきます。どうぞ。おいしい。あのね、はい、何でもないあられのように見えるんですよ。あられなんですけどね、うん、この味が本当に考えて作ってあるって感じ。うん、山椒の香りがいいし、はい、ピリッとするし、もうこれでビール飲んだら抜群ですよ。もういっぺんにぎっくり腰治りますよ。すごいバランスがいいんでしょうね、うん、本当に。あの人でもね、この人味のある人やなとかってあるじゃないですか、はい、本当にそんな感じ。うわ、これ最高に美味しい。いいな。これプレゼントしますから。はい、モビールにもぴったりです、うん、今月は山椒あられ1袋 40g 入りをお二人の方にプレゼントさせていただきます。メッセージをくださった方、皆さんにチャンスがありますよ。はい、メールはノーブアットマーク KBS.KYOTO、 ファックスは 075-431-2300、 X はハッシュタグでひらがな何ノーブ、
もしくはハッシュタグ KBS アンダーバーノブ、こちらでポストをしていただけたらなと思います。さて七味屋さんといえば清水寺ですよね。はい、8月の14日から清水寺千日参り夜の特別徘徊が行われているんですけれども、今日8月の16日金曜日が最終日となります。うん、夕方の6時30分から夜の9時受付終了ということで、今日が最終日ですね。そうなんです、夜の特別拝観ぜひ皆さん楽しまれてはいかがでしょうか。はい、それに伴いまして七味屋さんも今日は夜の9時まで営業してるということですから。9時までやってはんの。はい、いやもう絶対覗いてくださいね。本当に本当にね、七味屋さんにもぜひ皆様お立ち寄りいただけたらなと思います。プレゼントどうもありがとうございました。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。パイナップルパイナップルパイナップルパイパイナップルパイナップルパイパイパイナップル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 パイパイナップルパイナップルパイパイパイナップルパイナップルがいっぱいナップルちっちゃいやつは酸っぱいナップルかわいいあの子のパイナップル親が出てきて失敗ナップル4人で仲良く麻雀パイナップル原田信郎の何すんのラジオ聞いてびっくり保険の新情報。この時間は聞いてびっくり保険の新情報をお送りします。保険総合代理店メビウスから藤井さんとお電話がつながっています。藤井さん、こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。メビウスさんはいつも万が一の病気や怪我などの入院、手術費用を保証してくれる医療保険を紹介してくれていますが、今回は皆様からのご質問に答えてくださるそうですね。そうなんです。メビウスでは70歳の方で1000円台から見ていただける保険料の安さが人気の医療保険をいつもご紹介していますが、お問い合わせいただく方、実は80代の方も多くなってます。ああ、そうなんですね。そうなんです。なので今回は80歳からでも加入しやすい医療保険のご紹介になります。いや、確かに。だって平均寿命伸びてますしね。はい。80代の方でもしっかり保険を考えられてる方も増えていますもんね。そうなんです。いや、でも80代になると、やっぱりお年の関係で保険料って結構上がってしまいますよね。皆様そう思われると思います。はい。ただなんと今回ご紹介する医療保険、気になる毎月の保険料は80歳の女性で2700円からのご紹介になります。え、80歳女性で月額2700円からですか？そうなんです。70歳で1000円台もびっくりでしたけれども、80歳から入っても月額2000円台って、これはすごいですよね。でも過去に病気があったり持病を持っている方は難しいんじゃないんですか？これも皆様そう思われることが多いと思います。でも今は持病があっても加入できる保険っていうのがありますので、昔に病気があったりまだ持病を持っていて保険を諦めかけていたっていう方でもご紹介できております。なるほど。80歳以降になるとやっぱり怪我とか病気のリスクもあるわけですから、はい、今から保険を考えても遅くはないってことですね。おっしゃる通りです。なので年金生活の方から大変好評いただいてます。そしてこの保険、他にも人気の理由がございます。え、これ以上にまだ何かあるんですか？うん、はい。なんとこの保険は、保険を使わずに元気にお過ごしの方は、まとまった一時金、健康祝い金が受け取れる保険にもなってます。健康祝い金？これだけ安くて健康祝い金までもらえるなんてびっくりなんですけど。ありがとうございます。で、健康祝い金があると日々健康に過ごす目標にもなりますもんね。そうなんです。なのでかけやすい保険料、万が一の時のしっかりとした保証、さらに使わなかったらお祝い金が受け取れる、
使っても使わなくても皆様に喜んでいただいている保険になってます。いやー、80歳からでも加入しやすい保険なのに保証もしっかり受け取れる医療保険、うん、これで保険料いくらでしたか？もう一回教えてもらえますか？もちろんです。がん、病気、怪我、すべてをカバー、もちろん日帰りの入院手術、健康祝い金までついているこの保険、80歳女性で毎月の保険料は2700円からです。80歳で2000円台からのご紹介になります。さらに保証は一生涯、保険料も一切上がりません。保証は一生涯で保険料も一切上がらない、これもまたびっくりですね、うん、これだけの保証が80歳で2000円台で持てるとは気になる方多いでしょうね。ありがとうございます。もっと詳しく聞いてみたい方っていうのはどうすればいいんでしょうか？はい、まずはすぐ弊社のコールセンターまでお電話ください。ただし弊社メビウスは8月10日から8月18日までお休みをいただいておりますので、お問い合わせは8月19日以降にお願いいたします。はい、メビウスさんへのお問い合わせは8月19日以降ですよ、皆さん忘れなく。ではでは皆さん、メモの用意はいいですか？藤井さん、電話番号お願いします。お伝えいたします。80歳女性で毎月の保険料が2700円から、お祝い金のついたお財布に優しい医療保険です。お問い合わせはフリーダイヤル0120-13-3704 0120-13-3704、 いざ見直しです。メビウスまでお電話ください。保険の概要や注意事項についてはオペレーターにお気軽にお尋ねください。80歳女性で毎月の保険料が2700円から、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-13-3704 0120-13-3704。 覚え方はいざ見直しですよ。ただしメビウスさんは8月18日までお休みです。はい、藤井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、聞いてびっくり保険の新情報をお送りしました。はい、週末お天気相談です。これから週末にかけてのお天気情報を伝えてもらいましょう。日本気象協会の立田さん、お願いします。はい、お伝えいたします。今日の京都府と滋賀県は雲が多く、ところどころで弱い雨が降っています。今日は日差しが少ないので気温が上がりにくく、この時間までの京都市の最高気温は 32.9 度と、昨日より4度くらい低くなっています。そうですよね、なんかもわっとした感じの暑さがなかった感じがしたんですけども、はい、台風の風の影響かなって思ったんですけどね、風が結構ね、はい、秋を思わすぐらいのちょっとオーバーかな。でもそうですね、うん、今日は北から風が入ってきていまして、気温がやはり昨日より4度くらい低いので、少し体感涼しく感じるかなと思います。あ、やっぱり、はい、そして、おっしゃるように台風7号が非常に強い勢力で関東の南の海上を北上しています。近畿地方に直接影響はなさそうですが、台風の周りを取り巻く湿った風が北部へ流れ込んでいまして、雨が降りやすくなっています。はい、今夜ですが、これから今夜にかけても雲が広がりやすく、雨の降るところがありそうです。また琵琶湖周辺では夜9時頃まで風が強めに吹く見込みです。また今日は五三の送り火ですが、天気の大きな崩れはなさそうです。ただパラパラとにわか雨になる可能性もありますので、折りたたみの傘をお持ちになると安心です。明日の天気です。明日の京都府と滋賀県は朝まで雨の残るところがありそうですが、日中は南部を中心に晴れ間も出そうです。ただ雲が広がりやすい見込みです。明日の朝の最低気温は京都と彦根で28度、大津で27度、舞鶴で26度くらいで、今朝と同じくらいの見込みです。明日の日中の最高気温は大津で36度、
京都で35度、彦根で34度、舞鶴で32度くらいで、明日も蒸し暑くなりそうです。熱中症に警戒してください。はい、お天気はこういったところです、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちら近畿の方ね、うん、京都もそうですけれども、はい、台風7号の影響はなさそうですね。うん、でもなんかちょっと曇ってきてるんですよね、うんうん、この KBS のあたりとか。あの心配してたの五山の送り火、はい、パラパラ雨が降るぐらいと言ってますから、あ、大丈夫なんじゃないですか。パラパラっていいですね。うんなおちゃん何今日は心配してたんちゃうん。いやだって天下の頃にバーって降るって最近多いんですよね。そうやったね、うん、去年おととしか。去年は大丈夫やったかな。おととしかな。おととしとか、うん、なんかね、そういうのってすごい気になってたんですよ。そうですね、パラパラなら大丈夫ですかね。大丈夫ですね、はい。さあ時間は間もなく4時になりますが、皆さんプレゼントも当たりますから、メッセージをたくさん送って手に入れてください。はい、原田信郎の何すんのラジオ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。みんな今何してんの。人生ナイスショット。このコーナーは株式会社ゴルフプレミアムの提供でお送りします。人生ナイスショットのコーナーです。コーナーまで言っていただいてありがとうございます、はいはい、今日もですね、はい、ゴルフプレミアムのクチーノ、はい、クチーノさん、こんにちは、ことクチノさんに来ていただいております。どっち逆逆クチノさんよろしくお願いします。はい、こんにちは、お願いします。お願いします。でもゴルフプレミアムさんは今お盆休みですから。お盆休みなんですよ。遊びにっていうか遊びに、いやいやお仕事、何をおっしゃる。今日はそしたら仕事じゃないんですね。まあまあ仕事ですよなんかあの一番上のボタンが開いてるもんねほんまや、これ仕事じゃないもんね。じゃあ遊びやね、これね、遊びやねここで今日はあのギャラはなしでしょ。なしですああ言うと、はい、なしですよね。なしですって。そりゃそうでしょう。もう楽しくさせてもらえれば。一番上のボタン開いてるもんね。なるほど。じゃあ今日のあの紹介もちょっとなんか遊び半分でやればいいわけですね。あかんあかんあかん。あかんの。それあかんの。あかんあかん。はい。僕らはしっかり仕事しますよ。おお。そりゃそうですよ、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあゴルフですけども、はい、お盆の時っていうのはどうなんですか。僕はちょっとぎっくり腰でいけないんですけども。あの口野さん行ってきたんですか。いや行ってないです。なんでお盆はもう動く気しないですね。あ、そう、どこ行っても混んでますしあ、でも私の友達行きましたよ、あのこの間ゴルフ、お盆休み中。お盆休みということでね、うん、なんかそういう時の方が人が集まりやすいっていうのもあるっぽい。あ、あの休みをみんな取るね、うん、時期が一緒だからね、はい、そうだからそうでしょうね、うん、え、集まる方がいいんですか。なんか大勢でワイワイ、コンペっぽい感じで。なるほど。はい。うん。はあ。だからお盆のゴルフってただこの暑さやからね。はい。熱中症には本当に気をつけないとダメですよ。本当暑かったもん、ね、つい本当ついこの間ですよ行かれたの、うんうんうん。なんかスポーツドリンク、うん、足らんかったって言ってた。ああそう。暑くて。いやそれはもう足らんぐらい飲まないとね。うん。あのこまめにって言いますけどね、はい、自分で気ぃつかんって言いますもんね、うん、うん。もうせやから喉乾いても苦しいとなったらもう遅いんやってね。あ、喉乾く前に飲めっていう、あ、ちょそれちょっと意味がわからないんですけどだからもう喉乾いてる乾いてないっていうそのなんて感覚ではなく、うん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 、もう15分おきとかなんか決めて飲めってことでしょ。あ、そうでしょうね。そうですね。それからゴルフやったら、うん、あの、1ホール終わったら、うん、2ホール目行く前に飲むとか、うん、で1ホールに一口飲むっていう、あ、それぐらいに決めといた方がいいかもからね。確かにそうですよ。うんうん、日傘さしてね。それ余裕感じるわ、日傘さすて。余裕感じるじゃん。日傘ささないと、もう歩いてられないよ。私、でも日傘さす暇ないもんな、私だったら。
いや、だからあかんにゃんか。だからもう常にもう、行ってきます行ってきますって言って、こう追いかけるっていう感じ。あのね、まっすぐ打ってる人はそれをいらないよね。はい、あの、横の方に打ってしまう人は、うん、あの、そのまっすぐの人よりもかなり走らなあかんし。うん、まあね、急がなあかんよね、まあ、山登らなあかんし、確かにね、山登ってね、傾斜の強いところでからね打たなあかんしね。でもなんかコースによってはさ、うんうん、なんかこう見えへんとかあるじゃないですか、こう曲がっててブラインド ね方向とか、はい、ドッグレッグっていうんだね。ドッグレッグ言うの、うん、初めて聞きました。犬の足っていうのは少しこう曲がってるじゃないですか。あ、ドッグレッグね。レッグ、あ、ごめんなさい、ちょっと発音が悪かったね。これはこれはそんなことない、アメリカに留学してきた、いや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 、なおちゃんにとってはとんでもございません。レッグじゃない、レッグ、レッグね、レッグ、レッグでいいのね。いいです、い足でしょ、はい、犬の足のようにちょっとカーブをしてるっていうか曲がってるという感じです、ね、ほんでなんかちょっと右寄りに打った方がいいですよとか言ってくれるするじゃないですか、アドバイスとか。でも自分でそこまでちゃんと狙って打てたらもっと上手いですって思うんですけど、まあでも気持ちそっちの方行こうとしたらより行ってしまうっていうね。ああ。ほんで、あ、ちょっと林の中ですかねとか。そうね。あれ、林の中入ってね、またね、あの、林の奥に打ってしまう人っているよね。あるな。とりあえず、あの、もうね、あの、林の中入ったら入院したと同じやと。え、どういうこと、どういうこと。いや、だから、とりあえず外に出ようと。あー、うまいこと言う、ね。病院から退院しようと。とりあえずは。とりあえずは、何でもいいから、外に出ようと。うん。中に打ってしまうのよ、それでも。あー。行く人はね。あ、なんでやろうね。なんですかね。バンカーもそうですね。バンカーあったら、入れたあかんと思いながら入りますよね、うん、なぜか。入ってしまってね。はい。うん、とりあえず、外に、出たらいいんだけども、うん、もうピタッと、あの、カップに狙っていこうとするからね。あ、それでね、難しく してしまうんですよね。ちょっと探しに行くじゃないですか。うん、ほんなら、あった思ったら、うん、知らん人のやったりね。そうね。ボールって大概もうみんな丸やからね。丸いボールを見つけたら、あ、自分のやと思ってしまうんだよね、あれ。っていうか、なんかちょっとそういう時って、なんか嬉しくなるんですよ、私は。あ、私と同じ方向に打った誰かがいるんだなっていう。おー。あ、そうね。はい。だから、あの、お友達作ろうと思ったら、はい、本当そうらしいですよ。え？だから、例えば右の方に、右の林の方向に入ってしまったと。はい。じゃあ、この人とお友達になりたいなと思ったら、同じ方向に打つんですって。それ一緒に回ってる人とってこと？同じ組の人と。あ、ほんで一緒に、あ、私も入れちゃいましたよ、とかって言って、仕事関係の。ああ、ね、そう。この方を、うん、なんとかいいお話をいただこうということで。そんなさ、ほんまにゴルフ上手い人じゃないとできないんじゃないですか。そうですよ。狙ったところに打てる人は。狙ったとほんまそうやわ。だから、最初のね、社長さんが、大きな会社の社長さんが、うん、はい、その、右の林の中入れました。はい。そしたら、右の林に入れて、社長さんと一緒にいろんなお話しに行こうと思って。仲良くなりそうですね。そんなこと、くっちーのしてるん違う、うん、してます。してますやで、これ。してますって言うほど上手いの？それ失礼やわ。いや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 、知らんから。違うで、普通に打っても右の方に曲がってしまうの。あ、じゃあ、自分がついつい右に打ってしまうタイプやったら、右に打ち込まはったら社長さんが、うん、チャンスなわけですね、じゃあ。そうですね。あ、まあ、あっちこっち打つ人やったら別ですけど、はい、右ばっかり打つ人とかね、左ばっかり打つ人っていますもんね。うんうん、ありますよね。ああ、そう。それは何、癖なんですか？やっぱりそういう打ち方になってしまってるんでしょうね。なるほど。うーん、でも、信郎さんなんかあれですよね。はい、たまーにですけど、うんうん、普段ものすごい辻褄合わせてすごい上手やのに。ほら、最近ちょっと手首痛めてはったっていうのもあるせいか。そうなんよ。最近怪我が多いのよ。そうよね。うん、だから手首痛めて、ちょっと手首がマシになってきたなと思ったら、今度腰に来ましたからね。腰はちょっとね。気ぃつけてください。ゴルフ。ぎっくり腰やったことある？ないです、ないです。ってないですよ。やってそうな顔。顔で。ぎっくり腰よくやりそうな顔。うん、ぎっくり腰。ぎっくり顔ですか？え？ぎっくり顔。ぎっくり顔っていうのかな？ぎっくり顔ってあんの？
いや、ないの一回も。ないですよ。いや、やっぱりね、いいクラブ使ってはるから。ああ。ね。これですか？ゴルフプレミアムさんのゴルフクラブを使ってはるから。そうやわ。そうそうそう。今日また持ってきてます。今日もね、はい、いいクラブを持ってきてくれはったんでしょ？今日は何ですか？ドライバーですね。ドライバーです。はい。むつみ本間 MH488。マックス鳳凰ですね。これですよ。これ人気あるんですってね。ゴールド。ま、ゴールデンゴールドです。かっこいいわー。怖。もうなおちゃん大好きな。もうむっちゃかっ、すごないですか。春いし。これ見た感じもね。はい。ゴールドですからね。そう。でね、普通ゴールドやったら、え、ゴールドってちょっと派手なんちゃうのって。あ、確かにね。思いますけども、これね、なんかね、派手そうで派手じゃないのは、なんでですか、これは。ちょっと落ち着いたゴールドですからね。うんうんうん。で、これの、まあ、打った時の打感もすごくいいじゃないですか。いい、ぶっちゃいい。音もいいんです。音が。はい。音ちょっとまた。音聞ける。聞いてみる？聞いてみる？見られますか？音。はい。じゃあお願いします。おお。もう喋ってる間に打ったね。もう一回？いい。もう一回お願いします。うーわ！おお。これね、まあ売ってる人が上手やからね。ほんまそうやと思う。バイ原田信郎、僕この音でご飯3杯いけます。なんやすごいな。どんなうまそうな匂いがしてんねん。ご飯3杯はすごい。ここのクラブが人気あるのはどういうところなんですか？軽い、とりあえず軽いですね。お、はい、軽いというのは、いや本当軽い。やっぱり飛び、はい、飛びに関係してくるんですね。あの、一応シニア向けの、うん、クラブになってまして、はい、ヘッドが 488cc あるんです、はい、通常あのルール適合は 460cc までなんですけども、はい、ちょっと大きめになってます。なるほど。だから当てやすいですね。当てやすい、はい、軽量クラブということですね。そうですね、はい、詳しいスペックはちょっとなおちゃんの方から。はい、はい、ですね、じゃあロフトからいきます。最初からいきますか？そうですね。はい。ヘッドは 488cc です。で、R シャフトで 268g。SR シャフトで重さは 270g という軽量のクラブになっていまして、はい、ロフトは 10.5 度なんですが、球が上がりやすいクラブになっています。うん、で、シャフトはマミヤ製の 30g 台の超軽量カーボンシャフト。はい、長さは 46.50 インチ、はい、で R シャフトでバランスは C9、うん、SR シャフトの場合はバランスは D0 ということで、振りやすい組み合わせになっているということです。そうですね、はい、うん、まあ始めたばっかりの方は、え、何のことっていうことになってるかもわかりませんけど、はい、本当にあのバランスよく作ってあるなと思いますね。とにかく球が上がりやすいですね。うん。ほうほうほう。さあ、ところがですね、はい、これね、お値段の方なんですけども、はい、めちゃくちゃ嬉しいお値段なんですよ。そうなんです。このゴルフプレミアム提供の、はい、むつみ本間 MH488 MAX 鳳凰ですけども、はい、メーカー希望小売価格税込み通常6万500円のところ、うん、原田信郎の何すんのラジオを聞きの方限定で、はい、なんと半額以下 26,800円。お、送料も込みです。送料込みでございます、はい、税込み送料込みです、はい、こんなことありえないですよ。ぜひ使っていただきたいです ね、はい、皆さんぜひこの機会に、はい、はいはい、これどうやったら買いたいなと思う人はどうしたらいいんですか？はい、はい、それではお問い合わせ先でございます、はい、フリーダイヤルです。 0120-002-715 平日の午前10時から夕方5時までなんですが、現在のゴルフプレミアム様はお盆休み中ということで、18日までお休みいただいております。はい、すいません。はい。なので、ちょっともう気になるんだよっていう方は、留守番電話にもなっていますから、はい、連絡先を入れていただき、さらにそこに忘れないで、ラジオを聞きましたも入れといてください。はい。そうしますと、このスペシャル価格 26,800 円で、送料も込みで、お送りすることができるということですが、はい、19日以降にね、ゴルフプレミアムさんから連絡が返ってくると思います。連絡先を入れていただきますと、そうですね、うん、なのでもうワクワクする方は留守番電話に入れといていただけたらいいかなと思います。はい、はい、ということでございまして、皆さんね、こちらの電話番号の方、うん、はい、もう一回言うといてください。はい、フリーダイヤル 0120-002-715、
ファックスは 06-6170-1686 となっております。はい、皆さんのお電話お待ちしております。今日はいい天気でも雲が出てきた、雨が降ってきた、虹が出て晴れたよ。原田信郎の何すんのラジオ。ユニバーサルな話。このコーナーはユニバーサルサービスグループの提供でお送りします。さて、ここからはユニバーサルな話をお届けしましょう。このコーナーはユニバーサルサービスグループの提供でお送りいたします。今日はユニバーサルサービスグループの小川社長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。こんにちは日本語、なんか日本語久しぶりっていう感じですね。日本語久しぶりでした。はい、初めて、今日はあの日本のあのある町の取り組みのお話をさせていただきたいと思ってます。はい、日本のある町、はい、それはどこなんですか。はい、まず大きなインド人コミュニティが東京区の、東京都の江戸川区にあるんですけども、はい、だいたい江戸川区の人口が69万人に対して、はい、インド人の人口が7200人、ほぼ約人口の 1% がインド人という町が、東京都の江戸川区になってます。江戸川区にある、そんなにたくさんインド人の方が住まわれてるんですか。はい、ただ、ところが江戸川区の3倍以上の密度でインド人が住んでいる自治体があるんです。はい、それは北海道の、浦河町というところです。北海道。はい、へえ。ちょうど帯広、北海道の中心からやや下の帯広のまだもう少し下にある町なんですけども、はい、そこの人口は、11,314人なんですけども、はい、インド人は約その 3% 強にあたる344人。へえ。しかも毎年数十人単位で増加し続けてるというふうなことになってます。これは なんでなんですか。うん、はい、それはですね、なんで浦河町にインド人が多いのかというと、はい、浦河町は日本有数の馬の産地なんです。はあ、馬と言いましても、うん、競走馬、まあ、JRA から始まって地方競馬、いろいろありますけども、そこの馬の、まあ、育てる牧場がたくさんあって、はい、インド人のほとんどの方たちがその牧場で勤務しているということなんです。インド人の方と馬っていうのはちょっと結びつかないんですけども。確かに。はい、それは、インドっていうのはもともとイギリスの植民地支配を受けていた時代が約50年前で、イギリスといえば競馬、はあはあ、ですのでインドも結構競馬が盛んで、へえ。で、競走馬の扱いになりたい人がたくさんいらっしゃるということらしいのか。それで、その北海道の浦河町っていうのはそういう馬を育てたりとかしてるとこなんで、だったから、そこにインドの方が行くわけですね。はい。やはり、そこもですね、浦河町も、地方自治体が抱える問題、過疎化が進んで、厩務員や、牧場で作業する、従事する人たちが不足に悩まされてたという背景が、あったんです。で、まあそこで、インドの方たちと、その浦河町の思いがマッチしたというところで、インドの方たちが、その馬に関する仕事を求めてたくさんいらっしゃったと。
へえ。じゃあもう馬に関してはすごいよく知ってる人たちが来てくれるから、すごい仕事もはかどっていくっていうことですか。だと思います。いや、これはいいですね。すぐに仕事になるっていうのはいいですよね。そうですよね。それで、まあ、現在ではあのスタッフの半数以上がインド人という牧場も珍しくないということです。はい、へー。まあ、あのお給料面がね、日本、まあ、その牧場で1ヶ月のお給料がインドで働くの1年分に相当するということですので、まあ、お互いウィンウィンということになるんでしょうか。おいやー、これはびっくりしましたね。うん、意外なお仕事だったなと思いました。今そうですよね。まあ、そしてあのそのインド人の方の受け入れが2015年から始まって、はい、当初13人からスタートしたと、はい、そして、約10年間の間に、344人に膨れ上がったと、はい、まあ、これはインド人ネットワークの口コミで住みやすいと評判が広がった結果やと思います。そうでしょうね。そしてまたそれと同時に浦河町の施策も充実の一途をたどっているというか、インドの方たちに住みやすい町にしようと、共生ということを、本当に進んで考えていらっしゃるようです。これからはどういうことが問題になっていきそうですかね。はい、やはり、言葉。言葉。はあ、はい、そうか。浦河町は大阪の外国語大学、今反対になってますけどね、はい、大阪大学の、まあ、外国学科というんですか、それから東京の外国語大学からボランティアを募って、うん、で浦河町に来ていただいて、はい、日本語の勉強をしたりとか、はい、もしくは支援ですね、医療や買い物、行政手続きなどの随行サービス、はあはあ、そしてヒンディー語による生活支援、等々を、活発に、そういう施策、イベントを企画しているようです。へえ、それがこううまくいくとますます浦河町も皆さんと一緒にお仕事ができるという、はい、そうですね、インドの方とね、でそういうことが進んで家族を呼べる、まあ、いろんなビザがあるんですけども、家族を呼べるということになる人もたくさん出てきまして、でその中で、ヒンディー語版母子手帳を考案したと。へえ。やはりそういう、住みやすい街、日本人だけじゃなくて、海外の方たちも住みやすい街にすることが、今いろんな人手不足を解消するための、一番大事なことなのかなと。うわー、だから長く住める街になっていくわけですね、インドの人にとってね。そうですね。うわ、いいですね。だって家族も呼べるっていう、そのまずこう働きに来てお父さんかね、なんかお母さんか分かんないですけど、で基盤ができて家族も呼べるっていうなんか目標みたいな、幸せに向かってっていうね。そうなんです。で私どものグループで今サポートさせていただいているインドの方たち、介護施設に、はい、今日本の介護施設でお仕事していただいてるんですけれども、はい、彼らが家族を呼べる一番の近道は介護福祉士という資格を取ることなんです。でその介護福祉士の資格を取ると日本にずっと滞在して働けるので、そうなると家族を呼べる、はいはい、で、その今一人は家族に2歳の子供を残して日本に来てるんです。どうしても日本に家族を呼びたいということで、今すごく勉強頑張ってます。頑張ってほしいね。本当そうですね。ぜひこの、来月か再来月、一時日本に来れるビザの取得のために今ちょっと手続きを踏んでるところなんですけども、なんとか通って日本に一時
来れたらいいなとは思ってますけど。本当そうですね。ね、頑張ってほしいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ユニバーサルサービスグループでは外国人の受け入れをトータルでサポートし、企業様の人材不足解消をお手伝いいたします。興味のある人事担当者の方、人材にお困りの方はぜひ一度ご相談とかご質問とか気軽にお問い合わせしてみてください。フリーダイヤルです。0120-528-314、0120-528-314、こんにちは採用までご連絡ください。担当者は長沼さんです。お電話お待ちしています。はい、小川社長ありがとうございました。ありがとうございました。ユニバーサルな話でした。朝早起きて東山見れば猿のケツ真っ赤いけ牛のケツ何すんの？はい、皆さんからメッセージもねたくさんいただいてるんですけども、はい、京都は伏見区のロックジジイさん、ありがとうございます。50代の方ですね。はい、京都は地蔵盆が盛んですが、はあ、とうとううちの町内の地蔵盆がなくなり、うん、お地蔵さんを掃除して飾って終了なんです、うん、お地蔵さん飾るだけ。はい、なおちゃんは地蔵盆とかしてますか？いや、もうずっとやってたんですけど、うん、もう数年前、うんからしなくなりました。あ、それ京都の話ですよね。いや、うちの町内ね、うん、京都ですよね。あ、京都です、はい、ですよね、京都です。僕も子供の頃ね、うん、地蔵盆っていうのをやってました。ものすごく夏休みの中で一番楽しい時やったんですけど、はい、いろんなことして遊びましたけどね、うん、町内のほとんどのお宅が70歳オーバーで、そうなのよ、お子さんは昨年引っ越してこられた家族の4人だけなんですけども、うん、町内行事には協力的ではないご家族なんで、はい、そうなってしまいました。そうです。コロナ禍前まではちゃんと数珠回しもしてて、はい、やったやった、お孫さん用にお菓子も用意してたんですがね、寂しいような気はしますが、町内会長の僕としては、町内会長なんですね、うん、用意しなくていいんで楽になりました。うん、皆さんは地蔵盆してありますかということですけどね。うん、ラジオを聞きの皆さんどうでしょうか ね、こういう町内が増えてきてんのちゃうかね。めちゃめちゃ増えてます。あ、そう。だからうちのとこなんかもう4軒しかなかったんで、うん、あ、子供がいる、子供なしです。ええ、ただほんまに4軒でやってたんですよ、地蔵盆を。そうなん。はその周りの人は、周りは別の町内なんですよ。あ、そうなん。町内だから、町内によってはこのお子さんいるとこいっぱいいるとこと、うんうん、とこみたいに4軒で、ああ、お年寄りしかいいひんっていう、お子さんもいいひんみたいな。でも高齢化で、ああ、数珠回しとかね、みんなで大きな数珠を回すんですよね。ああいうのどうなるんだろう。だから4軒なんで、うん、お地蔵さんもほら道にちゃんと祠があってっていうとこもあれば、うんうん、どこの町内はあのお預けして、うんうん、お迎えに行ってっていうスタイルやったんですよ。あ、お迎えに行くってね。はい、だからその当番の人のお家でやるんですよ。あ、そうなんや。はい、うわ、でもああいうことって子供ってと一緒に、あの大人が一緒に遊べたじゃないですか。ああいうなんておっちゃんおばちゃんと一緒に子供が遊べてね、はい、町内が一つになるんですよ。ああいう行事って本当残さなあかんと思うんだけどね。なんか大きいマンションとかが町内にあるとこだと、一、うんうんうん、回当番班長みたいなのやったら、うん、次ずっと何も回ってけへんじゃないですか。はいはいはい。でももう人数少ないしお子さんもいいんとこってすぐ回って、オリンピックばりに回ってくるんです。ああ、そうか。そう、残していってほしいものです ね、このね、地蔵盆っていうのは。今言ってはったみたいに新しく来たご家族とかも、うん、いや、うちはそういうのもやりたくないですっていうとこも多いから。あ、そうなんや、はい、うわ、そうです、残念ですね。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、ぎっくり腰の方ちょっとメッセージいっぱいいただいてて、ぎっくり腰信郎さんの、
ね、この方ぎっくり腰にならはった人どうだろう。スノーホークさんは京都は北区なんですけど、うんうん、ぎっくり腰はグキっていうよりピキって感じですね。なった瞬間にあーってなりますと。何あーってなるって、あーってなるんですって、なった瞬間に、うん、私も何度もぎっくり腰を経験していますが、さらに痛風も持っているので、あら、ビールはごはっとですと。そうか、痛風の人もあれ、僕はあの痛さは分からへんだけどね。あ、ぎっくり腰はね、もう壁を伝って歩かないと歩けないんですよ。なんか力入らへんのよね、腰にね。そう、あの時ね、なんかね、もうお腹をねボンってね叩かれたような感じ、うって言ったままそのまま動かへん、動けへんみたいな。でも信郎さんのぎっくり腰心配してる方とか経験してる方も多いので、はい、下京区の花おくろさんもね、うん、信郎さんぎっくり腰ですか、痛そうですね、私も中学の部活でうさぎ跳びをしている時にやってから癖になっていましたが、中学生でもなるんや。中学生の時になってからね、うん、で10年くらい前からジムに通って太ももの筋肉と腹筋を鍛えるようになったらやらなくなりました。あ、そうなん、うん、やっぱり筋肉つけろってことかな、ね、何をするにも腹筋を意識するといいですよというふうに、はい、花尾倉さんからもいただいております、はい、頑張ります。ありがとうございます。やっぱり予防しなあかん ね、 ね、いや、もう1枚くらいなんかメッセージいいんですか、はい、時間もう1枚、はい、ありますか。京都は山梨、あ、山梨分かる、山梨なの、はい、台風60号さん、はい、男性の方ですね、60歳の方ですけども、私の夏休みです、はあ、ね、今はあの仕事で車を運転しながら聞かせてもらってますけども、うん、私の夏休みは先週の木曜日から土曜日の3日間で、私の奥さんと2泊3日で北陸に行ってきました。初日の金沢では昔ながらの町並みが残っている東茶屋町、うん、そうそう茶屋町ですね、うん、を散策、お昼ご飯はちょっと高級な、回転寿司を堪能しました。いいな、回転寿司がね美味しいね、めちゃくちゃうまい、のどぐろの握りが美味しかったです。のどぐろ、うまいよね。でその他はね、あの山城温泉に行ったりとか、はい、福井県立恐竜博物館に行ったりとか、いろんなとこ行ってますね。いい休みになったと思いますよ、はいはい、ありがとうございました。アルドのブローの何すんのラジオ。それではここで明日あさっての京都滋賀で行われる交通取締り情報をお伝えします。まず京都です。明日8月17日土曜日、南署では国道1号線で信号無視の取り締まり、南端署では国道162号線でスピード違反の取り締まりを行うことになっています。続いて滋賀です。長浜署では明日8月17日土曜日の午後に歩行者妨害の取り締まりを長浜市内で、草津署ではあさって8月18日日曜日の午前に駐車違反の取り締まりを草津市内で行うことになっています。以上、交通取締り情報でした。京都ホット情報。君と過ごす毎日、8月は京都府の人権協調月間です。毎週水曜日午前10時からお届けしている番組マーブル内では、今月人権をテーマに特別コーナーをオンエアします。題してもっと知りたい人権情報。毎回ブラック差別やヘイトスピーチ、 LGBTQ などの性的少数者の問題などをクローズアップ。テーマごとに専門家をゲストに交え、リスナーの皆さんと一緒に人権の大切さについて考えます。ぜひお聞きください。以上、京都府からのお知らせでした。はい、滋賀県の、うん、草津市のグリーゼ5813、はい、グリーゼ怖いさんって読むんですか。違う違う、5813でいいと思います。怖い人かなと思ったけど違う違う違うですね、はい。お盆休みも終わって、うん、僕は今日からお仕事です。あ、今日からですか。はい、
今日は五山の送り火ですね、はい、京都の一大イベントでもありますね、うん、ところでこの送り火は昔は五山じゃなくて、うん、十山そんなにほどあったそうですね。へえ。知ってた？知らん僕も知りませんでした。お一の字、うん、一の字、まあまあ大の字とかね言うと一って書いてあるんだから、ね、はい、横一の一ね、うん、一の字だからいろはのいの字、ほう、いからじゃの字、じゃ蛇の蛇ですね。ほうで、なぎなた、ほう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 、竹に鈴、これでプラス5になるのかな。へえ。1、2、3、4、あ、竹に鈴というのが一つか。竹に鈴、竹に鈴がこう飾られてるような感じなのかな、はい、などだそうです。これで10になりますね。またいつか復活するといいのになと個人的には思いますね、うん、と書いてある。なんで減ったんですかね。いや、そらやっぱり一つ一つの山を守って今日のためにっていうので、うん、皆さん町内かなんかでされてるわけでしょ。そうですよね、あれね、はい、だからもう大変なんじゃないですか。大変やし、あのさっきの地蔵盆じゃないですけど、うんうんうん、高齢化で、うん、どんどん減っていったんでしょうね。そうなんでしょうね。 うわ、これ知ってる人って意外と少ないと思うんだけど、うん、スタッフでこの十山だったっていうの知ってる人、はい、手挙げてあ、よー、さすがディレクター。知ってた知ってたんやって。知ってた、すごい。あ、へー、誰に聞いた。お坊さんに聞いた。でもあのほら大文字ね、五山の送り火って、うん、あの KBS のテレビで中継もしたりするんで、うんうんうん、そういう時にもしかしたらそういう解説とかの中で出てくるかもしれませんよね。もしかしたらですよ。あ、歴史とかやっぱり祇園のね、祇園祭りとかいろいろ教えてくれたりするんで、うん、そうね、中継と両方で楽しむっていう。これあの東の方から順番に火をとも、うん、ここの右の台からですよね、確か。右の台もでしょ、はい、そこから始まって順番に。そうですね。それなんでかしてる。なんでなんでやったかな。なんで。いや、僕もちらっと聞いてるのを覚えてるだけなんで。いや、だから順番にあの西の方に行く。はいはい、なんか言うてた。西っていうのはやっぱり浄土じゃないですか。ああ、極楽浄土ってこと。極楽浄土に向かうっていう。そうか、ご先祖様送るんだもんね。そう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 。いや、その辺はちょっと知ってんだけども、10塔あったとは、うん、いつの時代やろうねこれね。でもだいぶ前ですよね。だいぶ前やと思いますよ。いや、ちょっと調べたいな、ね、ありがとうございます。はい、はい、グリーゼ5813、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだどうぞ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 って、はい、高知の知り合いからシャインマスカットを2房もらいました。ほう、これ高いやつやんね。はい、うん、果物を買おうとスーパーへ行っても桃もぶどうも梨も高くて結局手を出さずに終わったりすることが多いのでありがたかったです。うわ、そうですよね、もらえんねや。一房はいくらぐらいするの、あれ。2000円ぐらいする。安かったら1000円ぐらいのもありますよね。あるでしょうけど、うん、甘くて元気が出るし、はい、水分補給にもなるようで、はい、食べた後ほっこりいい気持ちになりました。いいな、美味しいもんね。のぶろさんやなおちゃん、最近食べて元気が出た果物は何ですか。何ですか、のぶろさん。そうですね、僕お中元でね、はあ、岡山の桃もらいましたけども。うわー、美味しかったですか。白桃っていうやつ。はい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 、高いやつやん。いやー、美味しかったし、金沢のデラウェア、はい、デラウェアっていうブドウ、うん、一番こう小粒で、知らんの、デラウェア。あの昔よう食べてたやつ。そうそうそう、昔のあのブドウやんか。はい、あのちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。今なんか大きいのを見る機会が多いから。デラブレア、デラウェア、デラウェアのちょっと粒が大きめのやつで、
金沢のデラウェアめっちゃうまい。うわー、おいしいよあれ。私もうフルーツとか最近食べてないな。嘘やろ、スイカ。スイカは食べたけど。おいしいやスイカも。大体もうなんていうの、ゼリーみたいになってるやつしか食べてない。あそれでもおいしいですよね。いや元気なりますよね。そうですね。シャインマスカット。いいな。いいよね。はい、ねお中元とかね、うん、いただくと嬉しいですよね。あトウモロコシもらったな。白いやつ。白いトウモロコシは果物ちゃうもんな、うん、ちゃうと思います。ちゃうよね、うん、美味しいけどね。タオちゃん何が好きな果物は。私はメロンです。メロンねメロン半分半分そのままぐわーっと、ね、あーいきますいきます。食べるのは食べる。俺はもう美味しいよね。ほな、はい、そろ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 行きましょうか。はいはい、それでは最後のコーナーいきますよ。こんな問題でごめんなさい。さあいきますよ。さあクイズのコーナーでございます。はい、今回もですね、のぶろうさんと私がですね番組のリスナーさんから問題を出していただきまして、はい、その数字にまつわる問題の正解に近い方もしくはピタリ当たった方のご褒美リクエストをかけていただくというそういうシステムになっております。はい、で今日またあの久しぶりにお電話をつないで、うん、お話を問題を出していただこうということなんですが、はい、ぜひ呼びかけてください。はい、こちらの方は、はい、伏見区のラジオネームハミングバードさんでございます。ハミングバードさん。あ、こんにちは。こんにちは。イエーイ、元気。元気元気。ぎっくり腰ハミングバードです。え、ぎっくり腰？ぎっくり腰ね、もうあの、のぶろうさんと同じで、もう14年ほど前初めてなったんですよ。はあ、あの、犬のゲージを掃除してるときに初めてになって、あでそのときからもうなんか医者には行かずに悔しいから、うん、あの運動不足やろうと思って、うん、あのスキーの暴言のカップありますよね、はい、あのあれをこう腰をいがめてやずっとやってもうそれからもうずっとやりなりそうだなと思うときはそれやってるんです。すごい。だいたいわかるのです。そうやね。そういうことをしても自分で予防するようになったらならなくなったってこと？そうなんです。そう。でもまあ素人なんで、うん、あの、ちゃんとお医者さん行かはった方がよろしいです。そろそろそうです。マンドブローさん行かはったもんね。ね、うん、行って直してもらいましたけども。すごいな、はい、いやー、まあ、そうなんや。ぎっくり腰ハミングバードさんです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。伏見の方は、あれですか？暑いんですか？今日ちょっと涼しくない？もう、うん、曇天ですね。ほんで、うん、風もちょっとあるんですけど、やっぱ蒸し暑いかな。あ、蒸し暑いね。うん、蒸し暑いと思います。うん、なんかガリガリ君の、うん、パイナップル味を食べてます。あ、パイナップル味。ガリガリ君って僕食べたことないんだけど、まだ。私、この間初めて食べた。うん、そう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 。あ、そうな。のぼろさんに取りに行ってもらったやつ。そうそうそう、美味しかった。すめちゃんに聞いたんだけど、うん、梨の味が、あの、コンビニなかなか行けなくて、スーパーに行くと、うん、あの、パイナップルがあった。あ、のぶろうさんだと思って。あ、パイナパイナップル、パイナップルやね。パイナップル。はい。だって、祇園祭りパーク前に来てくれたもんね。そうです、そうです。一緒に歌ってくれてたんですよね。はい、そうもう、そうか、そうか。ありがとう。ありがとう。頭にから離れない、ぐるぐる回ってます。あの、この曲ね、ぐる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 。はい、そうですね。もうほんで、うちの近所もやっぱり町内も、うん、もうお祭り、子供のお祭りっていうのが、はい、だんだん2日あったのが1日になり、うん、前は、うん、盆踊りがあったのが、うん、もう盆踊りもなくなって、今はもう半日ぐらいになってます。そうか。はい。もう、もともとあの、その、お地蔵さんはなかったので、うん、借りてきてしはるみたいな感じやったけど、もう借りてきてやってたもんね。そうそうそう。借りてくれたんですね。うん。でもね、ごめんなさい、どうぞ。あれがあると、あの、子供たちの同窓会みたいになって、うん、
よそから帰ってきたらもうなんかすごく親も元気やったとか言えるので楽しい。そうなんよ。あの集合場所になるのよね。はい、久しぶりに会えるね、いろんな人と。それがもうね、なくなっちゃってね、だんだんもう。ね、縮小されて寂しいです。そう、なんか金魚すくいやったり ね、 ね、そう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 、スイカ割りやったりね。そうそうそう、今はあのヨーヨー、うん、金魚すくいのあのあれタモっていうのか、あれでヨーヨー作ったりしてる、うんうん、だよね。はいはい、そうです。そう、盆踊りもしたわ。何ボール、なんとかボールやつ、うん、スーパーボール。そう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 、ピンポン。僕の子供の頃とちゃうね、やっぱり ね、うん、そ, うね。そう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 、せやし、もうほんで金魚もね、持って帰ってもどうしようもないからっていうので、死なすからっていうので、もう金魚もしない。ああ、そうか。管理するのが大変やしっていう。あの、ハミングバードさんは、はい。お年若そうですね、まだね。72歳です。それは嘘やわ。あ、だから一緒じゃないかな。え、そ、ま、今、ほんまにマジの話してんの？ほんま。72の声やないもんね。うん。え、72の声。若い声や。72の声。いやいや、50代の声よ。あ、そうですか？うん。いや、嬉しい。もう、冗談でも嬉しい。いやいや、ほんまほんま。本当に。じゃあ、その綺麗な声で、はい。問題を、はい。出題してください。はい。はい、こんな問題でごめんなさい。いきますよ。はい。はい。それでは問題をどうぞ。はい。私の、まあ、お盆なので、お墓が近いんですけれども、うん、片道何分で行けるでしょうか。なんて？片道何分でお墓まで行けるでしょうかって。お墓まで？はい。うん。そうやな。まあ、それは、何ですか？徒歩とか聞いていいんですか？歩いてってことでしょ？歩いてです。もちろん。そりゃそうでしょう。はい。そうだ、お将来さんの迎え日とかやったよ。そうなんも、みんなも。夫の実家のお墓なので、うん、夫の実家はもっと近いんです。へぇ、そこへ帰ってきはるけども、お墓とか、うん、なんかの時は行きます。歩いて近い。近い。いや、歩いて、そりゃお墓のところで、お線香をね、うん、とかね、ろうそくで、うんうん、お線香に火つけて、うん、で、その束にしたやつを、そのまま家まで持っていくにゃんか。へ、ほんで家のお仏壇にそれを備えにゃんか。私、それしたことない。それは実家の方がします。あ、実家の方がするの？はい、そのシステムしたことない。それお将来さん。へ、お将来さん、お将来さん。お将来の迎え日、これについてござれて、これに連れてきてくださいよって言って、で、お家まで帰らはんねんか。さ、もう考えた。え？ちょっと待て。早っ。ちょっと待て、人が一生懸命喋って。間を作ってんのに。さすが。それはもう、すごい。ね。ねえ。なおちゃんちょっと、喋ってて。ね、あ、今日ゴダンの送り火どうしはんの？もうもう何年も見に行ってなくて、テレビの KBS。あ、うん、そうやね、あれ、もう全部見、綺麗に見えるからいいですよね。そう、ほんで今日は森谷さん、司会進行しはるし、ここ見ながら。なるほど、なるほど。うん、そうそうそう。じゃあ、お互いに KBS の中継で楽しみましょう。そうですね。はい、幼馴染みか。幼馴染みか。幼馴染みみたいなもう。僕、答え出ました。あ、出ました。はい。はい。はい。じゃあ、なおちゃんから行こうか。じゃあ、せーのじゃないですか。せーので行くよ。せーので、ドン。3分。8分。8分。なおちゃん8分。僕は3分。さん3分。あのね、家の裏なんや。うわー。家の裏はね、あ、違うな、うん、その歯の言い方は。じゃあ、どっちが近いか、答えお願いします。久米村直子さん。やったーがっかり。何がっかり。ちょっと聞きましょうよ。何分なんですか ?18 分。はぁ、それでも近いです。いや、それちょっと普通なんちゃう？そんなことない。今、18分のお墓って行けませんよ、なかなか。行けるでしょ、大概。行かない。のぶろうさんはお墓まで何分？どこどこ？のぶろうさんはお墓まで何分ですか？うち？どっちの墓？どっちでも。近い方。そうやな、そう考えたらあれやな、そうやな。大体もうみんな車とか電車とかで行くじゃないですか。うん、こんなめっちゃ近いですね、18分。近いな。いや、でもそういう問題じゃなくて、うん、
って脅かしてくれんのかなと思って。いや、いいやん、これ。18分は普通や。まあまあ普通やな。そうですか。そんなん言うてありますけど、アミちゃん。でも、裏にもお墓あるけど、そこは使わないので、よその、だから、段差が違うので。18分で行けたら、行けますね、お参りに。片道ね。ねえ。うん、そうやな。自転車やったら行けるわな。帰りは大体もう、実家の方寄るので、大体。寄ってね。なるほど。お話、おばあちゃんとお話したりするので。あ、なるほど、なるほど。時間かかる。ちょっと。ちょっと普通じゃなかったな僕は。いやー、私嬉しかったわ。ねえ、なおちゃん勝ちってこと？そうです。いや僕ね、今日僕の曲かけたかったんですよ。そうやね。あ、かけたぎょうか、譲ったぎょうか。曲嘘やろ。ほんまほんま譲ってくれんの？曲譲ってあげるけどいい？そんなシステムダメやって。ダメやって。あ厳しいな。いや今日ね、お盆やからね。そうそう。それから盆踊り、うん、っていうかね、はいはいはい、あのねのね、猫にゃん音頭をかけたかったんよ。本当に、それもいいな。それもいいやろ。そう。せやし、私それ聞いて、ほんなら私も温度計にするわって言って。温度計ってなんか。そうなんや。何度や今。スタジオ23度やけどね。うん、それはいい。じゃあ、ハミングバードさん、おかげで私勝ちましたんで、はい、私の方のご褒美リクエストをかけていただきます。よかったです。はい、ご注意くださいね。ありがとう。ハミングバードさんにはお礼としまして、ノブロさんの書、アウンのクリアファイルにサイン入りでお送りしますね。ありがとうございました。にゃんこ先生、ほいさほらさ、温度取るんだす、ほいさほらさ、わしが踊るんだ、ほいさほらさ、調子外れの歌だすが、歌がないよりマシだすや。大ちゃん温度はバカばやし、あそれあそれあそれそれそれ。すいませんな。これなおちゃんなんて曲？これね、田舎っぺ大将っていう。あ、そっか。それで相川欽也さんがにゃんこ先生の声だったんですよ。あ、そうなんや。で、相川欽也さんが歌うにゃんこ先生の大ちゃん音頭。へえ、相川欽也さん歌ったんのこれ。そうね、そうなの。へえ。いや、猫にゃん温度かけたかったな。いや、ほんまね。いや、まさかのまさかやったわ。そうやろ。ディレクターがあかん言うた。何でも言うこと聞いてくれるのにな。いや、そんなことない。ちゃんとそこはもうちゃんと。あ、そうなの。番組を考えて の, あの、いや、でもね、今日かけへんかったらもうないやん。もう、あ、来年やな。いや、もうなんか厳しい人と僕一緒に仕事してんやなってことは今日分かったわ。そんなことないですって。ないねやねって。来年かってね。来週は盆踊りってしないのも。あ、でもまだあるよね、来週とかね。あ、その前にじゃあちょっとお知らせいきますね。はい、KBS 京都ラジオは今夜6時からバンテリンドーム名古屋の中日対阪神19回戦をお送りします。そして中止の場合はみずほペイペイドームからソフトバンクロッテ19回戦をお送りいたします。さあ、プレゼントでーす、はい、当たったのは七味屋さんからのプレゼント、滋賀県野洲市のスカーレットさん、そして大阪堺市の原田信堂さんです。信堂さん、はい、おめでとうございます、はい、おめでとう。なんか地蔵盆とかは来週とか多いよ、週末。あ、ほんと。はい、来週も僕チャンスあります。猫にゃん温度、はい、もう一回使っていい？来週クイズないな。来週クイズないの？今申し訳なさそうにディレクターが、来週はクイズないと思う。あるって、あるって。あるの？じゃあ来週頑張ってください。もうワンチャンスあるな。よし、猫にゃん温度絶対かけるぞ。ぜひ頑張ってかけていただきたいと思います。はい、もうお別れの日が来ました。ちょっと曇りが晴れてきた感じですけどね。そらそうですよ。ねえ。降ってもパラパラです、今日は。よかったです。五山の送り火。はい、皆さん。綺麗に見られますよ。テレビの中継でもご覧になってください。はい。はい、ということでお別れでございます。お相手は、原田のブローと、久米村南子でした。はい、それではまた来週です。ごきげんよう。さよなら。行ったり来たり。